密とは、シェアのキャッシュを管理するツールである。リフューズキャッシュも含め全てのキャッシュを表示させることができることが特徴である。密告を利用するためには、ラークが作成したシェアケーキリストを別途用意する必要がある。これは、キャッシュ一覧を取得するために使われる。また、同じクラークが作成したシェアクックを用意することで、キャッシュを複合して、ファイル本体を取り出すことができる。 現在、密告には、出る、ファイ初心者が作成した密告プラグインが付属しており、シェア本体と連携させることができる。この連携機能によって、密告側で指定したファイルを、シェア本体のトリガーに追加することができる。これは、ダウンロード未完了のキャッシュやディフューズキャッシュを完全なものにする用途を想定した機能である。密告は、 シェア本体と同時に起動することができないが、隠し設定を変更することで、制限付きであるが、同時起動が可能となる。この変更は、蒸気の連携機能を利用するためには必須となる。密告は利用しているシェアケーキリストの制限により、ユニコードに対応していない。そのため、日本語以外の文字が使われているファイル名を基本的に正しく扱えない。ありがとうございます。